はい、こんにちは。よし、どこ、あ、鉄鍋餃子、鉄鍋餃子。はい、今下関ね、下関です。今日は正月ドライブ、下関まで来ております。居酒屋みすず、あ、いいな下関も。結構いいね。あとでフグ料理屋食べに行くんだけどね。ね、フグ料理屋食べに行くんだけどさ、ね、フグ料理屋食べに行くんだけどさ、いいね。あ、いいよ。じゃあちょっと行くわ。よいしょ。いや、下関まで来たよ。下関まで。でもここさ、下関の駅前だけどさ、結構いいよね。今回初めてだからね。これも結構綺麗だよ。綺麗でしょ、ね、公園の一角だけどさ。あら、コロナのあれだね、マークだね、これね。一角だけど、これから8時半ぐらいになってから、あれだね、フグ料理屋でちょっとフグを食べてくるんだけどさ、それまではちょっとね、あれやってっかな、喫茶店でも入ってちょっとお茶でも飲んでもいいんだけどさ。よし、リアルトッツやるか、これ。誰も来やしねえだろ、リアルトッツなんて。リアルトッツなんて来ねえだろ、誰も。よっしゃ、行くか。行きまっか。行きまっか。よいしょ。よいしょ。リアルトッツなんて誰も来ねえだろ。今日はね、二人で来てるよ。下関の駅、どこだろうかな。よくわかんないけど。ね。ここはどこだ？分かる人いるかな？下関だよ、下関。駅周辺。こっち渡るか。こっち渡っていくか。なあ。ちょっと駅前ってあれか、ちょっとお茶でも飲むか。タバコ吸いてよ。タバコ吸いて。タバコ持ってきたかな、俺。あら、あ、タバコ持ってきてね、後で買うで。また買うか。タバコ取ってくか、ちょっと。タバコ取ってくか、ちょっと。うわ、あそこまで取りに行くのか、もうめんどくせえな。いいや。いや、めんどくせえ。めんどくせえ。大通り神社。神社。神社。いや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 。だけどね、いやー、もう年の瀬だ。今日で明日で終わりだ。明日で、明日で1年終わり。下関の夜です。普段あんまり来ないとこ来てるからな。どうですか皆さん、下関の夜ですよ。下関の夜です。いや、サビサビよ。下関の夜ですよ。ねえ、二人してちょっとそこら辺でも行ってみっか。ブラ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 歩きゃ少しは腹減るべ。あっちが駅だから。なあ、こっち行くか。よし、行けるよ、行けるよ。ここら辺だと大体あれだべ、ドベチリアが多いんだべ。あそこ何や、あそこ。そこが駅でしょ。ああ、そこが駅だと思うよ、多分。これ目の前が。目の前が駅だと思うけどね。下関。あ、これ田所食堂か。なんだよ。料理屋かなと思って。お、クジラ料理あるじゃん。あんたね、カリフから花までやってた。ああ、クジラ料理があるじゃん。クジラ料理美味しそうだな。クジラ料理、あ、ごまんじゃん。あ、ごまんじゃん。
フルチリあんじゃん、これで食べちゃおうか。あっち断る？あ、断って、別に構わねえよ、断ったって。ここ食べようぜ、これ。これ食べようぜ。いやいや、言うわけだから断るからいいよ。言っときねえよ。ここ入ろうぜ。ここ入ろうぜ。言っときねえよ。いいよ。いいよ。入ろうぜ、ここ。入ってもいいけど、うん、ここで感染力とか取られて困ってる。困るな。ここ入ろう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 。2名、2名空いてる？予約してないけどダメ？あ、いっぱい、はい、はい、いっぱいだって。あ、これ閉まる。やっぱ予約してないとダメだって。予約してないとダメだって、やっぱ。やっぱダメか。いやー、いいとこだったのにな。そこは？そこは？いっぱいあるんじゃない？まあみんな予約だな、みんなな予約だよ。ちょっとお前そこ行ってこいよ、ちょっと予約してないけど2名ではどうですかって行ってこいよ、行ってこいよ、豊丸水産行ってこいよ。多分予約かな。ああ、これダメだ、今日予約って書いてある、満席でございますって書いてある。ダメだ、ダメだ。居酒屋を探してないですか？え？居酒屋です。ああ、大丈夫大丈夫。どこだ？ああ、もつ鍋屋か。お料理ねえだ。ああ、これさっきのところだ。魚市場。これいっぱいだって感じだろ。そうか、やっぱこれなんだな。何？こっち行ってみる。あ、トグ料理あんじゃん、トグ料理あんじゃん。ちょっとそこ行ってみようぜ。トグ料理行ってみるんだよ。ちょっとあるかな。あ、準備中か。あ、ごめんなさい。準備中か。あ、準備中か。あ、いいな。ちょっとお前持ってて。